飲み会に誘われたああ。別にいいんじゃね行ってくれば。いや、だって誘われたんだろ気にしなくていいから、行ってこいよ。わかったわかった。10時までには帰ってくるんだ。了解。夕飯なんてその辺にあるもん適当に食うから、大丈夫だって。 俺は多分ずっとゲームやってるし、ゆっくり楽しんで来いよ。何まだなんかあんの見たらわかんだろ俺ゲームしてるから忙しいんだけど。ん男も一緒ああ。別に構わないよ。ただ一緒に酒飲むだけだろ。 二人きりってわけじゃねえし。そもそも、そういう飲み会苦手なくせに引き受けたりして、どうせまた先輩からの誘いで断りきれなかったんだろ。どうでもいいけど、うまく断れるようになんねえと、この先ずっと誘われ続けんぞ。そんな不安そうな顔するくらいなら、ちゃんと断れるようになれよな。 いや謝んなくていいから準備してこいってああでもコンタクトはやめてメガネにしてけよなんでって酔うとお前が眠くなってすぐ目こするだろ帰ってきてから痛い痛いって騒がれても面倒だしそれに酔って帰ってくるならメガネの方が後が楽だろ それからいいか何があっても俺以外の男の前でメガネ外すんじゃねえぞどうせいつも通り化粧もほとんどせずに行くんだろお前の素顔を見ていい男は俺だけなんだからな俺はメガネのままでいいって言ったのに言うこと聞かずにコンタクトに変えたりするから そのせいで変な男が寄ってくんじゃねえかって。ただでさえ毎日ヒヤヒヤしてんのに。出会い求めてくるような男どもにわざわざお前の素顔さらす必要なんてねえから。わかったな。何かあったらすぐ俺に連絡してこい。迎えに行ってやるから。ああ、そうだ。これお前にやるよ。俺のイニシャル入りのネックレス。 ほら、動くなって、今つけてやるから。<laughs> よし。もちろん、悪い虫がつかないようにって意味もあるけど、これで俺を近くに感じられるだろ。不安になったら、それでも握っとけ。たぐ、世話のかかる女。いいな。もう一度言っとくけど。 俺以外の男に素顔見せんじゃねえからな動画見てくれてありがとう ASMR 動画は毎週日曜日に更新していますよかったら YouTube のチャンネル登録 Twitter のフォローよろしくねバイバイ